駅、西側駅前広場東側で入り口千葉県、総合スポーツセンター連絡通路方面、スポーツセンター駅は、千葉県千葉市稲毛区天台6丁目にある、千葉都市モノレール2号線の駅である。駅番号は、CM08。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅で、バリアフリー設備として2面ともエレベーターが、設置されている。改札口は北側に1箇所あり、 自動改札機、自動券売機が設置されている。出入口はコンコースより東側に南北2カ所とエレベーター1機、西側に1カ所とエレベーター1機がある。2019年度の1日平均乗車人員は2432人である。千葉都市モノレールの駅では18駅中6位。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り、駅西側を 国道16号、駅南側には、京葉道路の穴川インターチェンジ、国道14号がある。千葉県総合スポーツセンター体育館千葉県、総合スポーツセンター陸上競技場あたり駅、東側で入り口方面。千葉県総合スポーツセンター方面には、連絡通路が整備されている。バンズモールあたり、駅西側で入り口方面。ありがとうございます。